俳句の滅亡春雷チャンネル登録者が40人となりました。ありがとうございました。この縁でご視聴してくださっている方々もチャンネル登録してもらえると幸いです。プレバトの夏井夏樹先生が楽しいさじに映る鼻でかがおと呼んで、楽しいところに季語を入れて、春の風やさじに映る鼻でかがおという俳句にする楽しい俳句を夏井夏樹先生提示されていました。この楽しい俳句使用すれば簡単に俳句ができます。プレバトの同じお題で俳句を読むツイッターの俳句会で今度あわ特待生になれるかどうか、レトルトの題で一句読みました。今回は才能なしでした。ちょっと悲しいですけど、また勉強し直してやり直したいと思います。花は花粉を風や動物によって運ばせて未来へとつなげる。角が出身は花々、咲く花は人の心を安らぎへと導く。花は枯れて土へと帰っていく。でも花粉をばらまかないで、花粉症で苦しんでますから。今回は登録者40人記念ということで、口笛で俳句を書道します。
花むもりや。よ、曲切な。ぼみち。
ありがとうございました。花曇りへ、紆余曲折の散歩道、一面の花曇り、遠回りで曲がりくねった散歩道を一人歩いている。花曇りの明るさと散歩道の暗さ、大きな花曇りと小さな散歩道、花曇りの柔らかさと散歩道の硬さの対比の俳句です。あの動画で縁があった方々のチャンネル登録、高評価、コメントを残してくださったら幸いです。最後までのご視聴ありがとうございました。